高松英子は日本の女優である。新字体表記、高松英子、本名は津田静。サイレント映画の時代は愛の乱舞で荒井敦、東海道膝栗毛で久米譲を相手に主演し、戦後もカルメン故郷に帰る東欧区の話題作に出演した戦前戦後を通じての松竹のバイプレイヤーである。1893年7月2日、東京府東京市に生まれる。本名については、日本映画俳優名鑑昭和9年版や芸能人物辞典、明治大正昭和、あるいは日本映画俳優全集、女優編には津田静とあるが、著作権台帳昭和26年度版及び、婦人年間12には、加藤静あるいは、加藤静と記されている。著作権台帳では、出生地も神奈川県とされている。横浜市立尋常高等横浜小学校を卒業し、当時横浜の元町にあった、横浜高等女学校を2年修行して、中途退学した。その後、関東大震災後の1924年、浅草公園6区の常盤座で、根岸工業部の新派劇に参加し、女優となる。同年、松竹蒲田撮影所に入社し、同年6月21日に公開された、梅村陽子の主演作、妹に、出演、満31歳を目前にした年齢で、映画界にデビューした。1927年、準幹部に昇格した時にはすでに満34歳になっていた。1936年1月15日、同撮影所の機能が神奈川県鎌倉郡大船町の松竹、大船撮影所に移転するに伴い、高松も異動になる。その後、第二次世界大戦の間も、終戦後も変わらず同撮影所に勤め続けた。満63歳を目前にした1956年に松竹を退社、東京映画が制作した水穂春海監督の映画森繁よどこへ行くに出演、同作は東宝が配給して同年6月14日に公開された。芸能人物辞典、明治大正昭和によれば同作をもって引退したとしている。同年10月31日に公開された出演作壁屋付き部屋は、松竹在籍中の1953年10月に、すでに制作されていた作品である。以後の消息は不明とされていたが、文化人名録昭和33年版において、1957年10月4日に死去したという旨が記されている。満64歳没。すべてクレジットは、出演である。公開日の右側には役名、及び、東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。特筆以外すべて制作は、松竹蒲田撮影所、すべて配給は、松竹キネマ、特筆以外すべてサイレント映画である。雪の城変化第一編のポスター。特筆以外すべて制作は、松竹大船撮影所。特筆以外すべて配給は、松竹キネマあるいは、松竹。特筆以外すべてトーキーである。ひばりのサーカス悲しき小鳩のポスター。下記の通りである。ありがとうございます。